はい、カウントベーシービアの取り組みですが、フレックルフェイスという取り組みをお届けしました。素晴らしい一人ともでしたね。埼玉県埼玉市出身、中村美オートラメント。皆さん、力水飲んでますか？シャンポー食べてますか？はい、あのオーダーはですね、近くにですね、なんかね、ボタン、あのね、マスターの手作りっぽい感じ満点のそのボタンか、マスターにすごい勢いで睨みつけるとマスターがすごい勢いで飛んできます。どんどんね、力水ちゃんこをどんどん発注していただければと思います。主に洋風ですよね。はい、ここが大事なところです。はい、ちゃんこ鍋は出てきません。はい、続きましてお届けする取り組みはですね、これ今日はですね、実はほとんどカウントベジビアの取り組みなんですよね。はい、一つの取り組みを除いて全部カウントベジビアでしたかね。そんな記憶がございますが、我々カウントベーシビアの誇る素晴らしいトロンボーン力士のうちに、ね、エアーらしく塩という名前がついた男を大々的に一つもでございます。